ラクラクミのエンタメラバーようこそ、ラクラクミのキメラジと中南駅ごと最後です。ということで、君の花になる第2話直後感想動画よっ。眼福でしたね。もうなんかブルーミーとしてすごいなんか、あ、こういうのが見たかったなっていう感じでしたね。あ、じゃあもう希望通りの2話というか、いや、ていうかもうね、大満足ですよ。やっぱ1話はさ、割とプロローグ的なね、うん、話だったから、2話からどんどんそのブルームメンバーにスポットが当たっていって、うん、まあメンバー同士の絡みとかもたくさんあって、もうほんとそれこそまあ最後にね、後ほど触れるけども、はい、割とブルーム的にも大きな動きがねあった回だったと思うので、ブルーミーのみんな衝撃をね受けたんじゃないのかなっていうように思いますね。その辺もね、いろいろ語っていきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴お願いいたします。ということで、君の花になればですね、毎週火曜日夜10時から TBS 系列で放送されているドラマでありまして、僕たちはその翌日に直後感想動画を出しています。リアルタイムね、生放送やったりね、直後動画以外にももしかしたらどんどん動画出していくと思いますので、ぜひチャンネル登録、高評価お願いいたします。ということで、今回はね、第2話のストーリーをさらっていきながら、感想とかメンバーのね、尊いポイントを語っていきたいというふうに思うんですけども、まずはですね、みんなで朝食食べてる時の、ちょっとそれぞれの飲み物がまずね、注目だったっていうところなんですけども。細かいですね、あなた。めちゃくちゃ飲み物。そう、いきなりめっちゃニッチなところから行くんですが、あそこがちょっとね、面白くて、ダンがまあコーヒーとか紅茶なのかな、飲んでて、ナルがホワイトウォーター的なの、タクミがなんかレモンとハーブが入ったなんか水飲んでて、で流星がコーラ、タカラがメロンソーダで、エイジとユキヤがなんか同じ麦茶みたいなのを飲んでるんだけども、めちゃくちゃ個性が出てるなっていうふうに思って、公式双子組である流星とタカラはやっぱり甘い炭酸飲料っていうのがなんかちょっとね、弟感あって可愛い感じじゃない。朝から元気だね。そうだよね。で、食事とそれっていうのもなかなか合わないのにそうしてるのもあるし、一方なるなんだけども、普段ちょっと気遣いとかできてさ、割と落ち着いた印象なんだけども、やっぱりなんか味覚は年相応というか、確かにね、なんかね、ちょっとそこは高校生感を感じられて、なんかいいなっていうところもあるし、で、お兄さん組のエイジとユキヤはやっぱその同じ飲み物を飲んでるっていうのがまずペア感あっていいんですけども、やっぱりなんかその食事の際に無糖の飲み物っていうのが、そのなんて言うんだろうな、割と一般的な感覚が2人っていうのを表してる感じがして、やっぱ細部までキャラの個性が出てるなっていう面白いところではありましたね。はい。で、その後ね、マネージャーのケンジが寮に来て新しいアーシャ撮影に出かけましたね。そう。で、まずね、撮られたのが、ケンジのアイディアで、まあ、80年代アイドル風衣装。まあ、光源氏っぽいね、ほんまに感じだったけども。で、アスカが来て恥ずかしそうにね、ダンがこっちみんなって隠れてたけども、ダン似合ってましたよ。似合ってたね。全然似合ってたよ。あそこも可愛かったで、なんか参観日のように。いや、そう、隠れてて、そこ可愛かったんだけども。で、一方ね、トリニティのアイディアは、ヤンキールックでありましたけども、ダンに裸の方がマシとまで言われてた服装ですが、はい、ユキヤは結構乗り気だったんだよね。結構なんかその面構え良かったよ。良かったよね。そう。でもさ、ユキヤ以外はさ、どうなのみたいな感じだったけど、あれでヤンキーってさ、結構どの時代でも流行ってるよね。まあ確かにね。なんかまあそれこそ令和で言うと東京リベンジャーズが流行ったりとかさ、そういうこと。平成だと極戦とか。極戦とか、まああと騎士団とかでもさ出てきたりとか、やっぱそれぞれの時代にヤンキーは流行ってきてるから、意外とトリニティの目の付けどころも悪くないのかなと思いましたが、結局ね、お花みたいな存在だからっていうアスカの一言をきっかけに、まあ、君の花になるの宣材写真にも使われているあのアーシャが完成したわけなんだけども、劇中のブルームがさ、何曲出してるかは不明だけども、まあ劇中でも着々とリアルで出されたセカンドシングル、君の花になるができていくっていうようなことなんだよね。となると、ちょっと未来予想ですけども、その君の花になるが出来上がって、チャート1位取っちゃうんじゃないですか。あ、多分この曲が1位になる感じはするよね。でさ、まあ実際のね、このリアルの世界で見慣れているこのアーシャ撮影のシーンが見れたっていうのが、結構ブルーミー的にはかなり大きくて、はい、なんかね、劇中とリアルがリンクしているっていう感じがより感じられたシーンだったんだよね。そうだね。いわば特典映像でしょ。いや、そう、なんかよくあるじゃん、そのアーシャ撮影のオフショット見てるみたいな、それを劇中で見られたっていうこの、なんかリンクっていうのがすごい興奮したなっていう感じでしたね。続いてがですね、アスカが作った豆腐チョコブラウニーが原因で、ダンがすぐ甘い誘いに乗ってサボろうとするみたいなカツを入れるんだけども、そこでユキヤがさっさと曲作れよ、いつも偉そうにグループのために一人だけやってる感出すんじゃねえよというね。あらら。大地雷。大地雷を踏んだわけだし、いやまあ言うて一人でやってるぞダンはと。いや、そうなんですよ。で、ダンはね、実際そうだろっていう正論でね、対抗してましたけども、あれ本当にそうなんだよね。びっくりしました。振り付けね、それもやってたっていうのがあるからね。そう。思った以上に本当にダンのワンマン経営だったっていうことがね。露呈して。あれ多分ユキは最高裁でも負けない。いや本当にもうあれはちょっと無理よ。ちょっと無理よね。核だからだって。いやそうなんだよ。よく言えたなっていう感じがするんだけど、まあまあまあ。意見もまあしょうがないよね、それは。はい。ということで、やっぱりまあこういうね、構図ができてしまったっていうのも、やっぱね、ダンはリーダーとしてのやっぱ責任感っていうのが強すぎて、自分が何とかしないとっていう思いがね、強くてこういう構図になってしまったと思うんだよね。で、やっぱ自分の思い描く理想も強かったろうし、それはメンバーに求めてたから、やっぱりメンバーもそれを理解して、やっぱ言うこと聞くしかない状況だったんだろうね。だからね、俺は振り付け考えるよみたいなことを他のメンバーがやっぱ言えなかったっていう状況ができてしまったっていうのは、まあ、致し方ないことなのかなと。はい。で、続いて、アスカの奮闘でね、商店街のお祭りへの出演がね、決まったわけなんだけども、まあ、蓋を開けてみたら、着ぐるみでの風船配りとダンスショーだったと。まあ、一時はね、やってられるかっていう風になるんだけども、やっぱダンはアスカの頑張りを思い返して、結局みんなでね、出演することになりましたと。あそこのね、ダンがめちゃくちゃ可愛かったよね。可愛かったね。結局中身がダンで、別に暇つぶしっていうような。俺まずこのあれアスカさんじゃねみたいな感じで言った時、グッてこう背向けたムーブが俺めっちゃなんかね、そうやべえみたいな、そうあれ被っててもやっぱ段身が隠しきれなかったっていうねところも可愛かったし、あのね着ぐるみダンスのもっと長いバージョンがぜひパラビでね見れるので、ぜひあの段のキレがねめっちゃ良すぎるからそこを見てみてください。あと匠ちゃんも可愛いじゃん。あ、匠だ、そう匠がね前に出て後ろ向く2番の A メロのところがねめちゃくちゃ可愛いのでそこ注目してください。我が推しです。あらら、はい、素晴らしい。でね、無事に商店街の祭りが終わった後なんですけども、まあ、ダンがねちょっとあいつらの役に立てないだとか、まあ、売れないのは俺のせいでっていう風に落ち込むダンなんですが、メンバーがね駆け寄ってきて、まあ、ちょっとみんなで頑張っていこうぜとちょっと前向きなね風になりまして、その流れでねメンバーの役割が決まりましたと。でダンの作る曲が本当に好きだというナルが振り付けを担当することになりまして、ここでねオーディション時の黒髪ナルくんがね出てきたんですが、いやすごいね。あそこも破壊力すごかったですね。素晴らしいね。超絶可愛かった。可愛かった。もうあそこからちょっとダンナル、ナルダンは始まってたなっていう感じですね。ダンナルの最初期がね、見れたということだったんですけども。で、前からライブ MC をやってみたかったというエイジが MC 担当になりまして、加えて事務所に何か交渉するとき、波風立たずに大人と話す担当になりましたね。で、しんどすぎないトレーニングプランを考える匠、気合担当のユキヤ、しんどそうなメンバーのメンタルケアをする流星、でそしてねその後アスカの一言でなんとタカラがリーダーになりました。タカラちゃん、そう結構ここの采配はびっくりしましたね。ずーっとダンで行くもんだと思ってたけどね、そこは揺るがないと思ってたよね。そうダンがリーダーだけども他のね、メンバーにもなんか役割が振り分けられるのかなと思ってたんですが、まさかのタカラがリーダーになったと。でねそのままダンとユキヤを仲直りのハグさせるっていう、もう早速ねリーダーとしての有能さが出ましたと。いや素晴らしいリーダーだよ。いや素晴らしいリーダーだよね。まあグループ的にもそれをすることいいし、やっぱりその視聴者ブルーミーとしても、ユキヤとダンのハグが見れるっていうことをする、もうタカラの有能さが早速発揮されてて、でその後ねメンバー全員のハグもね行われて最高のシーンだったんですけども、でこの役割分担、特にタカラがリーダーになったことについてちょっと分析していきたいんだけども、この采配っていうのは完璧なんだよね。なるほど。そうそれをちょっと解説していきたいんですが、はい、まあまずねタカラっていうのはまあキレのあるダンスが最大の武器で、パフォーマンスだけには絶対な自信を持つっていうふうにねプロフィールに書いてあるから、まあ一見これを見るとタカラはね振り付け考えるのはどうかなっていうふうに思うと思うんだけども、でもそこがね、振り付け担当っていうのはナルになったのはなんでかっていうところなんだけども、やっぱりね、メンバーの誰よりも早くダンの曲に出会ったのはナルだし、ダンの作る曲が本当に一番好きなのもやっぱナルだから、そのナルがやっぱ振り付けを作った方が、やっぱ曲にね、対する解釈とか、理解度も愛情も高いと思うから、やっぱりナルがその振り付けっていうところに関しては適任なのかなっていうふうに思うよね。そうやっぱダンの意図も汲み取って振り付けに落とし込めるんじゃないかなっていうふうに思うから、やっぱりそこはタカラではなく振り付けはナルなんですよ。でねやっぱリーダーっていうことなんで、最年長のユキヤはどうだっていうふうに考えてみると、やっぱねグループのねムードメーカーだし、やっぱメンバーとの関係もねみんなと抜群にいいから、そうだね、そう適任かなっていうふうに思うんだけども、やっぱりね感情表現がストレートすぎるっていうところがあるから、やっぱりリーダーははもう少し冷静である必要があると思うんだよね。そうだね。そう。あとまあ最年長がリーダーになるっていうのも、まあ、全然まあありだとは思うんだけども、考え方によったらやっぱ年長者がリーダーになると年功序列的なムードにもまあなりかねないなっていう懸念はあると思うんだよね。そう。だからやっぱりユキヤはリーダーとしてではなくて、やっぱ最年長者としてメンバーのことを支えていくっていう方がユキヤに合ってるのかなというふうに思うよね。そうだね。影の柱じゃないけど。そう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 。だからそれこそやっぱ気合担当っていうのはめちゃくちゃ適任だと思ってて、そう、逆にそのユキヤのストレートな感情表現っていうのがそういった気合担当としては役に立つのかなっていうふうに思ったよね。冷めちゃったらね、チーム士気下がっちゃうから。そう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 。熱い人いないと。そう、いないとダメなんだよ。だからもしね、そこで万が一ユキヤが行き過ぎて落ち込んじゃった人がいても、そこはメンタルケアの流星もいるから、そこの布陣も抜群だよっていうところですね。素晴らしい。はい、ということで、じゃあタカラはリーダーとしてどういった素質があるかっていうところなんだけども、やっぱりそもそもタカラのね、プロフィールにもある通り、まあ、自然と年上メンバーのケアをし、世話好きな一面もある陽気な性格っていうことなんで、はい、でそれに加えてね、やっぱパフォーマンスの実力も高いタカラっていうこともあるんで、やっぱタカラに対してはメンバーからの信頼もあると思うんだよね。だしやっぱり弟的なタカラがしっかりリーダーとしての仕事してたら、やっぱりその年上たちも身が引き締まるだろうからね。あ、なるほどね。そうっていうことなんで、やっぱりそのタカラをリーダーに置くっていうところはめちゃくちゃいい采配なんだなっていうふうに思うよね。案外ちょっとリーダーじゃないのかなと思いがちだけども、そういったパフォーマンスですとか影の気遣いというかね、そういうのがあるんだったらもうバッチリだね。いやバッチリなんだよね、本当に秒で仕事してましたよ。いやそうなんだよ。そうで早速もうね、このねメンバーをハグさせたりっていうもう有能っぷりを発揮してるので、いやもうこれ本当にタカラリーダーで安心だね。今後のブルームはよりいい方向に行ってくなっていうのがまず確定だなって感じで、でね、あとはまあこの実際ね劇中以外でもリーダーとしてやっていくのかどうかっていうのがまあ注目なところだよね。なるほど、そうだわ。メディアとかいっぱい出ますからね。そう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 。だからそこのね実際のリーダータカラっていうのをちょっと見ていきたいなっていう感じがするよね。はい。で第2話の最後はですね、ダンのありがとうなってのがね、2話での名言。2話での名言。やっぱダンは絶対なんかやってくれるんだね、最後に。いいね。いいね。あれ多分スタンプなんじゃないのどんどんねやっていくだろうね、本当にあれは。でその後ね、着ぐるみの中身がアホほどイケメンワロタって話題になったダンでありまして、ね、そのね引用リツイートをしていたのがゆりりんことリリカだったっていうことで、まあ唯一のブルーミーってねふうに言われてたのが、はい、まさかのあのお天気お姉さんだったっていうのがね判明しましたね。最高の女神が、いや本当だよね、ついてましたね。いやあんなファンいたら嬉しいよね。ダメかもダメかも、あなた普通にだってやになんか手出しちゃったからダメかも。全然手出します。ダメですよ気持ち悪い。ということで、ね、まあ第2話はこんな感じだったんですけども、まあちょっとね、最後に先ほど触れたとこ以外で、ちょっと今回のね、ブルームメンバーのなんか尊かったところとかなんかある？まあでもやっぱ今回はちょっと、ユキヤが、個人的には良かったなというか、やっぱ感情をストレートに伝えながらも、まあなんだろう、言葉足らずで、もうダンと行き違ってた。で最終的にはこのまあボディでこう、ああそれね、謝罪もするっていう。そうそう、ごめんって言ってくれた。なんかああいうのも良かったし、今日なんかインスタライブあったじゃないですか。高橋文哉君のアカウントでメンバーそれぞれとね、その時のやっぱこのツナ君、面白かったねあの子。面白い。あの子おもろい。ツナ君めっちゃエンターテイナーだよね。すごい明るくて本当。ユキヤのような人間がいたというか、なんかもう本当別に一緒なんだなっていう。そう、なんか変わらないよね。そこも含めてちょっとユキヤが好きに。あ、やっぱ男らしい感じがね。はい、ああいいですね。でね、俺的にはちょっとね、さっき触れなかったんですが、流星についてちょっといろいろ話したいんですが、2話のね冒頭の寝てるシーンあったじゃん。あれね、その YouTube の365日の方で言ってたんだけども、あれ本当に寝てる中撮影始まったみたいな。そう、本当に寝てて。で、このまま撮っちゃおうかみたいな流れになって、おい、流星みたいな風に撮り始めて、で、途中で流星っていうか、シュート君は撮影始まったっていうのを気づいて、そのまま演技続けた。みたいな、その寝ぼけてる感じで演技続けたっていうね。なるほどね。そうそうそう。すごいね。いや、すごいよね。適応力すごいって感じで。で、あとね、朝歯を磨いてる時に、その1回目映った時は、ほぼ寝かけてたけど、なんとか自分で磨いててね。で、2回目、アスカさんおはようって映った時は、ユキヤに磨いてもらってるっていうのが、あれ可愛すぎたね。人形やん。そう、人形可愛かった。されるがままに。で、それをやってあげるユキヤっていうののお兄ちゃん感も良かったし、なんかね、今日、まあ、なるとかにも呼ばれてたけど、ユキ兄っていうね、メンバーからのそのね、お兄ちゃんとして見られてる感じがね、良かったよね。ということでですね、ちょっとまだまだいろいろメンバーのね、良かったシーンっていうのは、細かいとこあげれば語り尽くせないんですが、なるのこれも良かったし、もういろいろあるんですがね、ちょっとお時間の関係でこの辺になりましたけども、も次週はね、段のダーツが真ん中に刺さるのかどうかっていうところが、恋のインブレ、そうそうそう、そこがね注目ではありますけどもね、本当に楽しみに第3話ね待ちたいと思います。はい、ということで僕たちは君の花になる以外にもいろんな考察やってますし、君の花になる関連の動画もねいろいろ出してますので、そちらの方もチェックしてみてください。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。以上、66Bでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画が少しでもいいと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。ということでサク、はい、サクがブルームのメンバーだったら何担当に立候補しますか？やっぱアイドルなので、うん、鼻毛を出てたら絶対に言うぞと見逃さないぞと意外と重要かもしれない、その役割を担わせているあるからね。